中府東駅は、兵庫県神戸市中央区港と中町7丁目に位置する、神戸新港通ポートアイランド線の駅である。駅番号は、PL08。近隣のジーベックホールにちなみ、ジーベックホールの副駅名が付く。府が、常用漢字にないため、府頭としている駅があるが、東駅では、府頭と漢字で表記している。ポートアイランド線の単線区間では、 唯一の島式ホーム一面二線を持つ高架駅である。駅の南側から中布島車両基地への引き込み線が分岐しており、朝晩及び朝夕ラッシュ前後にはこの駅を始発、終着とする列車がある。夜間対白の運用もある。駅舎は2階がコンコース、3階がプラットホーム。改札内にはエレベーター、エスカレーター、多目的トイレなどがある。 道路を挟んだ駅東側の神戸新交通本社ビルを呼び、東側歩道と駅西側のファッションタウンまで歩道橋によって結ばれている。この歩道橋の西側階段横にはエレベーターが設置されている。通常は1番線のみ使用する。車両基地へ入庫する当駅止まりの列車を呼び、車両基地から出庫した当駅始発の列車は2番線を使用する。 日中時間帯は1時間あたり6本発車する。朝ラッシュ時は約4から7分間隔で発車する。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は1620人で、神戸新交通の駅では第15位、ポートアイランド線では第10位。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。ありがとうございます。